産業技術ホット情報。この番組は鳥取県産業技術センターが取り組む技術開発の内容や成果を紹介いたします。私ども鳥取県産業技術センターは平成19年の4月に発足いたしました。大きな目的が2つございまして、1つはですね、産業技術に関する試験研究、その成果の普及、それから2つ目にですね、ものづくり分野における人材の育成、それから企業様への技術支援、この2つがございます。技術相談現地指導では、各分野の研究員が技術開発、改善や新製品の開発などの相談を無料で受け付けております。依頼分析、機器利用では、実際に当センターにある機械を使って製品の分析を行ったり、新製品開発などに試験機器をご利用いただいております。研究開発では、企業の方と一緒になって共同での製品開発や研究成果の普及などを進めております。起業家支援では、研究する場所を必要とされている企業のために、起業家支援室という研究のできる環境を用意して、技術支援の強力なバックアップを行っています。産業人材の育成では、事業の一つである実践的産業人材育成事業で、昨年度57社79名の方に受講していただくなど、人材育成を積極的に進めています。私ども鳥取県産業技術センターは、鳥取市、米子市、境港市に3つの研究所を置いております。鳥取市にある電子有機素材研究所には4つの課があり、電気電子製品、商品企画などに関する技術支援を行っています。米子市には機械素材研究所があり、3つの課を設けて、機械加工、金属材料などに関する技術支援を行っています。境港市にある食品開発研究所には2つの課があり、地域の農畜水産物の加工技術、バイオテクノロジー技術などに関する技術支援を行っています。そしてこれらの研究所では、常に最新の研究開発が行われております。例えば鳥取市にある家具の製造販売会社エコリビングとの共同研究で、竹を使ったベッドのスプリングを開発しました。これを家具展示会に出展したところ、地元の蓄材を使った点などを高く評価され、現在エコリビングで製品化に向け検討中です。また鳥取県の山間地域には、水力発電が可能な農業用水が豊富にあります。そこでその土地に適したマイクロ水力発電を開発しました。共同で取り組んだ県内企業の日本マイクロシステムにより製造販売がされており、今後さらなる普及が期待されています。他にも沢井コーヒーよりインフルエンザ予防に紅茶を利用したいと相談をいただき、開発を行いました。抗ウイルスの効果がある紅茶特有の成分テアフラビンを多く含み、口当たりの良いとろみを持つ紅茶の開発を当センターで支援しました。今後も企業の皆様の研究室として、産業技術センターがあってよかった、助かったと言われるようなセンターにしていきたいと思ってます。また最先端の技術に、研究開発にじっくり、そして果敢に立ち向かっていくセンターにしていきたいというふうに思っております。